石黒宗麿氏に学んだ刀法を生かして、宝来寺、鉄釉を生み出し、鉄釉陶器で人間国宝に認定された清水宇一氏。中国陶磁器を基調としながらも、見るたびに吸い込まれるような日本人好みの潤いを帯びた青磁は、後に宝来へ至る古城の青磁。